どうもシャペンです。今回は昨年の今から投稿した動画があるんですけども、未来の大当たりキャラクターと題して、まあ、怪しいギミック設定だったりスペックが高かったりするんですけども、仕事がない、まあ、いわゆる将来性キャラクターを10体紹介する動画を投稿したんですけども、実際このキャラクターが1年経過して活躍したかどうかの答え合わせをやっていこうかなと思います。ということで早速ご覧ください。どうぞ。まず1体目が2023年11月に実装されたクリムト。昨年の評価なんですけども、光属性この3種リミックに対応しているっていうのは希少な未開45の鉄製ではないかと思いきや、貫通なのであのクエストでは活躍ができず、なんでこのタイミングで実装したんだろうっていうぐらいのキャラなんですけども、貫通方面のライバルはかなり少なくて、自分でもある程度火力出せるんですけども、高い SS 短縮能力や弱点効果のダイアップの SS で相方になるポジションになっておりまして、で種族としてもなぜか妖精になっていることから、まあこれはそのこの後に実装されるキャラクターのコレクト条件とかを気にしているんじゃないかなとも捉えてましたね。まああとこの頃からもうすでにウリエルの神獣進化予想されていて、その相方になるんではないかなとも思ってましたね。いやこれはバッチリ当たってましたね。実際空中転7の初回最適を獲得しつつ、この高い SS の短縮能力によって後に実装された激凛やウリエルの SS をどんどん回していけるってことで、でこの2体とも種族は妖精でありまして、しかもウリエルにおいてはアシストスキルに妖精キャラクターの友情力をアップさせるというものがあったので、おそらくもうクリムトの実装時点でこの2体との相性ってのはしっかり考えられていたんじゃないかなと思います。続きまして2体目が2023年9月キングダムコラボで実装された王騎。昨年の評価としては、まあ、転送壁を絡めた2種セット、重力転送壁、ブロック転送壁のルートが両方ともかなり怪しく感じるものになっておりまして、ですでにもう同コラボ長距離のリボクでは理想的な活躍をしていた、まあ、ギミック対応に加えて高い HP をキープすることで火力が上昇するクエストだったんですけども、これがもうドレイン M と相性抜群で、この弱点露出と SS の追撃に関しても、もう弱点の位置がもう完全にもう全て当たるようになっていたんで、言ったら接待クエストと言わざるを得ないものになってましたね。なので活躍の可能性としては同じくコラボ長距離で活躍をした時と無一郎と一緒で、まあ、未開の大地でもガッツリハマるっていう替えの効かない存在になるんじゃないかなとは思ってましたね。ただしかしやっぱりこの李牧が理想のクエスト3なのか、まあ、これを最後に、まあ、これぞといった仕事は来ていないように思いますね。小西は一応ギミック対応とかしていましたけども、まあ言っても新エベ EX ですし、まあ、ちょっとこれは外れてるんですけど、ね、まあ、今で今スペック評価高いですし、まあ、やっぱりこのパワーオーラドレイン M の組み合わせはねめちゃくちゃ強いですからね、まあ、アムロとか持ってるやつなんですけど、で実際はまだこの転送壁絡めた2種セットは来てないと思うんで、まあ、どこかで回収されることを期待したいですね。3体目が2023年8月、 SAO と夏休みガチャのコラボで実装されたアリスアルファ。こちらも転送壁絡めた2種セットが両方とも怪しく感じるものになっておりまして、でこの頃に実装されていた同じく貴族性のコラボキャラの、まあ、観音寺光とかサギリも割合 SS を持っていたっていうのは共通していたんですけども、まあでもスペック面においてはこの噛み合った際の火力と、まあ、割合 SS の使用も相まって一番優秀ではないかなと思ってましたね。そしてこのスペックを活かせるクエストとしてアジテーターが用意されまして、まあ、衝撃の火力を発揮してましたね。でしかもその後に実装されたナイトメアが、まあ、バフの SS を持っていたんで、まあ、これをかけることによってもさらに強化されるっていう、とりあえず撃ったら吹っ飛ばせるっていうのは強みですね。で今ではスレッタが実装されたんですけども、個人的には必須パーツではないかなと思ってますね。スレッタにナイトメアアリスアルファが理想ではないかなっていう。スレッタはめちゃくちゃ優秀なんですけども、貫通は欲しいなと思ってるんで、未だに僕は最適パーティーに入っているんじゃないかなと思っております。4体目が2023年8月に実装された悟りの打開者の形態。これはもうなんなら2022年ぐらいから怪しいとされていた光属性のダメを転送壁に対応したキャラクターなんですけど、ここにさらに悟りが入ってきたことによって、もういつ仕事が来てもおかしくない状況ではないかなと思ってましたね。でなんならダメを転送壁どころか、この埋水絡めて3種ギミック路線になる可能性ってのもあるんじゃないかなと思ってましたね。でそこからかなり時間を要してついに仕事獲得したんですけども、未開の60っていう、正直もう重要度としてはそこまで、もうなんなら今は常設化決定したんで多分毎月やるコンテンツではなくなりましたし、ここまで待って未開かと思ったんですけども、ただ前例として、まあ、信長 X とかもまず未開で鉄製を獲得した後にさらなる仕事として、まあ、空中転3が来まして、未開鉄製のキャラクターってこの流れが十分あるんですよね。ちょっと違うんですけども、ぬかたの大君とかもあったんで、なんなら未開で仕事を取ったということは今後期待をしてもいいんじゃないか。こうなってくると多分もう3種路線ですね。ダメを転送だけはちょっと考えづらいんで、この3種ギミックでガッチリハマるクエストに期待したいなと思っております。5体目が2023年7月に実装されたキルユアアイドル。これは自身の火力に加えても弱点効果のダイアップやバイタルキラー M の倍速を乗っけて味方の友情コンボを放てるコピーにバウンドチャージっていう、味方をさらに強化する性能になっておりまして、ここはその同ギミック対応のキャラクターが増加した場合でも、まあ、それを相方にするっていう形で起用される可能性っていうのは十分あると。であとエビテ娘が試練7の鉄製になっていたんで、まあ、同じモンソニーキャラクターつながりで、まあ、なんか重要な役割を与えられるんじゃないかって予想はしてましたね。ただ実際空中庭園や霊術のような明確な仕事は来ていないんですけども、今年はコラボ超究極の石眼の袋での活躍に加えて、推しの子コラボのルビーとの相性が抜群でありまして、まあ、あのキャラクターの唯一の弱点ともいえる SS の重さをこのバウンドチャージでカバーすることができるんで、ルビーが活躍するクエストをおのずとこのキャラクターも活躍するということになるはずなんで、潰されることなく相方になるっていうポジションになってましたね。6体目が2023年6月、地獄楽コラボ
ラボで実装されたサギリ。これは先ほど紹介したアリスアルファと一緒に、まあ、地雷転送コベルートで活躍する可能性も考えていたんですけれども、このサギリが実装された後に、まあ、通常キャラクターのユピテルとモールスが立て続けにこの貴族性の地雷ブロック転送コベ対応セットに飛び込んできまして、これがすごい気になってましたね。まあ、大体これまでも、まあ、コラボキャラクターだけだと仕事来ないんですけれども、オリジナルキャラクターが入ってくると一気に可能性上がってくるんで、なんか取るんかなとは思ってましたね。そしてそこから時間はかかったんですけども、地雷と転送コベ路線で空中転移10の初回手数を獲得しておりまして、 EX 目当ての周回にも起用されてましたね。そしてなんならブロックと転送コベ路線も残っているんではないか、まあ SS もしっかりこれ割合なんで環境に追いつけているんではないかなと思われます。7体目が2023年5月に実装されたシャルルマーニュ。これ当時はもう将来性を象徴するような性能になっておりまして、一番どこで活躍するかの期待の声ってのは多かったんじゃないかなと思いますね。でわずかにこの将来性って言われ続けて結局活躍しないってオチも考えてはいたんですけども、まあ、ただこれがブラフになってしまうと今後その将来性キャラクターの売れ行きに関わる、こういうキャラクターを実装しても誰も引かなくなっちゃうんで、さすがにここまでなんか期待されるような性能にするんだったらしっかりとした仕事は用意されるんじゃないかなとは思ってましたね。でそしてその期待通り空中庭園で最難関階層とまで入れて庭園8で1強とまで入れ活躍を果たしまして、これはもうごめんなさいでしたね。やりすぎぐらいの活躍をしていたんじゃないかなと思います。現状では魔毒アルファ実装されたんですけども、まだこれブロック路線残ってるんですよね。重力ブロック転送壁、貫通にはアナスタシアいるんですけども、反射に縛るとマスターコーブ桃源郷に加えて、明日実装される新イベキャラクターもこのギミック対応なんで、ここをまだ残しているんじゃないかなとは思ってますね。8体目が2023年3月のテンスラコラボで実装されたベニマル。当時の評価としてはライバルがまあハイスペックのミカエルだったんですけども、それと比べても遜色のないものになっておりまして、なんならこのキラーもしっかり刺さるクエストになってくると、もうあまりにも強すぎて、このベニマルが最適になるクエストを作ると、試練4のニュートンアルファ並みに暴れてしまうんではないかという懸念材料で、もうちょい環境が進んだら仕事が作られるんではないかなと思っていたんですけども、この後に実装されたのが、ダメオ転送壁にはマサムネ。で、ワープ転送壁には、狙ったのか永遠の消防隊コラボの方のベニマルが実装されまして、さらにこれを上回るスペックのキャラクターが実装されたっていう、実際に過去セレクト鉄になったんですけども、永遠の消防隊コラボのベニマルとの差は結構感じちゃいましたね。これはちょっと個人的にはもう大誤算でしたね。で、そして9体目が2023年2月に獣神化が実装された自社猫。まあ、こちらは昨年選んだ中で唯一の通常キャラクターだったんですけども、3種族に対しての高いキラー等級と、まあ、奴隷によって、噛み合ったる限定キャラクター並みの活躍をするんではないかなと期待しておりまして、で、当時は直近だとクロッカスとか、激死は違うんですけども、マリアも実装されていたんで、すごい怪しいなと思ってましたね。これはちょっと嬉しいですね。まさかの空中点1の初回鉄製っていう、まあ、ここまでと思ってなかったですね。校内でコンテンツの入り口っていう、まあ、重要すぎる仕事を獲得しておりまして、で、しかも現段階ではこの奴隷による優秀な回復性能が唯一無二になっておりまして、アタッカーとしてシーブックが実装されたことによって、ちょっと回復が欲しいなというところにこのチシャネコが、まあ、いい感じに合致したんで、ここに来て評価上がったんですよね。多分最終特攻キャラクターはこの枠に来ると思ってるんですけど、多分それが来るまではまた活躍しそうですし、いや、これ活躍してくれたのはなんか嬉しかったですね。で、そして最後10体目が2022年11月のチェンソーマンコラボで実装された早川亜希。これ僕実装された時の予想としては、もう転送壁路線の室外投資路みたいな感じで、もうバリバリ活躍をしていくんじゃないかなと思っていたんですけども、さすがにそこまでには至らず、まあ、仕事を待つっていうキャラクターになっていたと。ただこれもスペックとしては未だに持っているものは強いと思っていたんで、まあ、可能性があるんじゃないかなと思っていましたね。でも正直もう去年紹介してる段階で諦めかけていたんですけども、まあ、今年に入ってなんと空中庭園10の最適とかではなかったですけども、安心感があったっていう。で、しかもこれに加えて、なんとアブピッチャーで念願の鉄製を獲得しておりまして、まあ、ここは本当に遅延 SS とドレインの安心感抜群なんで、いやもう約2年前のキャラクターがここに来て活躍するってのがモンスターの面白いところではないかなと思っております。ということでもちろん全員無難なキャラクターだったんで、まあ、そりゃ当たるわという感じでしたけども、まあ、やっぱり属性限定の将来性枠って怖いですね。クリームとシャルルマーニュと、初回の重要度がめちゃくちゃに高かったんで、そうなってくると今年はまた清掃が怖いなという感想になりますかね。で、あとドレインは優秀って、まあ、ただこれは大き将軍まだハマってないんですけども、まだ可能性を秘めてそうですからね。ただそのベニマルのようなそのコラボのハイスペックキャラクターは大きな環境変化によって取り残される可能性っていうのも十分にあるんで、これが今後将来性を考える上で注意すべきポイントになってくるんかなとは思いましたね。ということでよかったらコメント欄が皆さんの、まあ、現環境の将来性枠ですから、まあ、これはまた動画にするかもしれないですけども、まあ、今このキャラクター怪しいなとか活躍しそうだなってキャラクターがいましたら、教えていただけると嬉しいでございます。あとチャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。これもぜひではご視聴ありがとうございました。さよなら将来。